おはようございます。今ソウルの朝です。韓国ですね、美味しい朝ごはんの定食の店って、ね、すごく美味しいところがいくつかあって、これまでにも私も何回か食べてるんですけれども、今日もまた新しいところを一つ見つけたんで今向かっているところです。ソウルの光化門駅という地下鉄の駅からの5番出口から南側に下って河川敷を利用した公園に沿って今歩いてきました。ここからね、狭い道に入って、この先に美味しい定食屋さん、朝食屋さんがあります。タラのスープの専門店です。私魚介系好きなんで楽しみです。こう大都会ソウルならではといいますかね、古い低い屋根の店舗と後ろには、高層ビルという組み合わせ、この低い建物のこの先飲食店街になっています。道はすごく狭いですけどね、この先です。さらに歩いていくとね、左側に交番があります。パトカーは全部ヒュンダイですね。さすがです。到着しました。もう朝の8時ですけど並んでます。